皆さんこんにちは。パソコンゲームを楽しんでいますか？そんなあなたに必見の Windows 設定を紹介します。こんな症状に悩まされていませんか？諦めていませんか？諦めてはいけません。あなたのパソコンは潜在能力を秘めています。パソコンゲームが遅いのは Windows の省電力機能が原因です。省電力機能は強力です。全部解除しましょう。試しに省電力機能をオンにして実行したところをお見せします。次は省電力機能をオフにした状態をお見せします。お分かりいただけましたでしょうか？カクカクですね。いかに強力な省電力機能かわかりますね。解除するべき省電力機能は以下の3つです。まずは設定を開きます。電源の追加設定を押します。
次はプラン設定の変更をします。次は詳細な電源設定の変更をします。これでやっと電源の設定に行けます。ハードディスクの設定からルプムをアクティブに設定します。プロセッサの電源管理から、アイドルを無効にする、最小のプロセッサの状態を 100% に設定する。そう入っても、ずっと全力だと困りますね。そこでショートカットを作成して、電源プランを簡単に変更できるようにします。電力設定の項目が見えない場合、レジストリの修正が必要です。レジストリの修正は説明が難しいので、参考サイトを説明欄に載せておきます。最後に、これらの省電力機能を自由に設定して、快適なパソコンライフを楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。